F-Zero、スーパーファミコンのローンチタイトルの一つです。西暦2560年代を舞台に、最先端の超磁力技術を駆使したマシンで宇宙規模のレースを行います。ゲームモードはグランプリとプラクティスの2つ。グランプリモードでは20台以上がレースで競います。一方プラクティスモードは敵者がいない状態でタイムアタックをするという内容です。レースは臨場感があってスピード感もリアルに再現されています。大ジャンプをして、コースをショートカットをしたりと、タイムを短くするために、試行錯誤しながら、何度も挑戦してしまいます。対戦モードがないのが、少し残念なポイントですね。対戦することができたら、もっと楽しめるでしょう。ただ CPU のレベルが高いので、一人でも熱中できるゲームで、あることは間違いないです。スーパーメトロイド、エイリアンっぽい敵が特徴的な、メトロイドシリーズのゲームです。たまに勘違いがありますが、メトロイドとはエイリアンのような、敵の総称であり、主人公のことではありません。主人公はサムス、アランといい、女性の賞金稼ぎです。金のためにメトロイドたちを、倒しているわけですね。シリーズを通して難易度は高めですが、今作も例に漏れず難しいです。アクションが多彩でできることが増えた分、操作が複雑で慣れるまでに、何度かサムスが倒されてしまいました。ですが色々な武器を使いこなし、シャインスパーク等の特殊行動を使えるようになると、快適なメトロイド狩りが楽しめます。ちなみに本作では、サムスが倒されてしまうと、スーツが砕け中身を見ることができます。ゲームオーバーになったのに、ビキニ姿のサムスを見て、ちょっと得した気持ちになったのは、私だけではないでしょう。ゼルダの伝説、神々のトライフォース。任天堂の有名アクションシリーズ。悪しき存在を封印する巫女の一人に導かれ、主人公は悪しき存在と戦っていく、といったストーリー。広大なマップの諸所に隠された謎を、新しいアイテムを、手に入れるたびに明かしていくという、王道的な手法だが、そのオーソドックスな手法は、癖がなく、非常に楽しめるものになっています。とにかく、ネタや謎が、多数収録されているので、こうなのでは?こうしてみよう、と隅から隅まで楽しめます。動きも癖がないので、直感的に操作できます。音楽はもはや定番になっている、ゼルダの伝説、
メインテーマをはじめとして、こちらも両作、ファミコンの初代の良さを、進化させた作品という印象。もう20年以上前の作品ながら、ARPG に必要な要素のすべてが、これに詰まっています。アクション性、ギミック、ストーリー、キャラクター、音楽、どれをとっても一級品です。デモンズ・ブレイゾン、魔界村、門章編、魔界村の派生シリーズ、アクションゲーム、レッド・ア・リーマーシリーズの3作品目。本作、難易度が非常に高く、多くのプレイヤーを苦しめさせた。難易度はシリーズ史上最高の難易度であると言われている。道中のボスはフォームチェンジや、補助アイテムで楽に進めることができる。しかし、ラスボスについては、まさにラスボスと言える難易度を誇る。何しろ、弱点部分を徹底的に、ガードしてくるため、攻撃がヒットしないのだ。アクションゲームには、様々なラスボスが登場するが、その多くは激しい攻撃の嵐で、プレイヤーを追い詰めるパターンが、多いかと思う。しかし、このゲームに関しては、攻撃そのものよりも、防御の徹底ぶりが真っ先に目に入る。プレイ中に凄まじい理不尽さを感じさせること必至である。ブレス・オブ・ファイア2、使命の子。カプコン初の RPG の続編で、前作よりシステムと、グラフィックがタワーアップした両作です。仲間も前作より多彩で、悪が強いが魅力的で、絵柄がシリーズで一番人気が高い。特に女性キャラの絵柄が、色っぽくて良い。また当時流れた CM が良く、特に歌が良かった。まあ CM の内容はネタバレだけどね。
ポップンツインビーは、ツインビーシリーズでの、第6作品目となります。タイトル通りで、ポップな世界観やキャラが魅力的でした。幅広い難易度が設定できるので、コアシューターから初心者シューターまで、様々な人が楽しめる作品となっています。まさに万人向けのゲームですね。ツインビーは初代からプレイしていますが、やっぱり安心してプレイできます。新しい攻撃方法として、パンチとチビ分身が追加されました。後々リリースされたドラマ CD シリーズで、人気を博したレギュラーキャラクターの、マドカの初登場作品でもあります。パネルでポン。このゲームが発売された頃は、ユーザーはすでに、プレステやサターンに移行が始まっており、ちょっとした隠れた名作になっている作品。左右のパネルを入れ替え、パネルを3つ揃えると消えるシステム。非常にわかりやすいシステムだが、なかなか面白いですね。もちろん連鎖もできるので、爽快感もありました。このシリーズ好きな人は知っていると思いますが、このスーファミ版の他に、ゲームボーイや N64 や、ゲームキューブや DS 等でも発売され、3DS の、飛び出せ動物の森アミーボプラスでも、動物の森パネポンとして、収録されていました。パイロットウィングス、スカイスポーツのシミュレーションゲームで、プレイヤーはフライトクラブに入会して、ライトプレーン、スカイダイビング、ロケットベルト、ハングライダーの4カ所のフライトエリアで、スカイスポーツの訓練をします。フライトに失敗した時の、主人公のリアクションや、教官の反応が面白いです。いろんな表現を見たくなって、何度も挑戦してしまいますね。さらに各種目で条件を満たすと、ボーナスステージが出現。ボーナスステージは、ユニークな要素があって、スカイダイビングでプレイヤーが、ペンギンの着ぐるみを着用して、プールへダイブするという、謎の演出もあります。飛行や浮遊、落下の表現力が高く、操作性も良いです。マイナーな印象がある作品ですが、後に64と 3DS で、続編が出されたこともあり、確かなファンがいる、作品であることは、間違いないでしょう。
ワイルドトラックス。3DCG レーシングゲームとしては本作が、日本初、マリオカートのようなレーシング、ゲームです。違いはダメージゲージがあり、満タンになるか、コースアウトすると、一発退場です。ヘッドライトが目の、愛らしい車を操作します。パーツは、ボディ、ヘッドライト、タイヤ、それぞれ壁や車に当たると壊れていきます。レース中に赤い石を取ることで回復します。車種は5種類。コースは13種類。スターフォックスとは違い、操作性も良く、カクカクしない。アメリカの村に1年に、一度レースが開催されるというストーリー。だが、BGM や効果音もアメリカ調。現代のテレビでも使われていたりもする。特徴的なのもポイント。マリオや、カービィなどの友情出演もあるので、探しているとクラッチすることがある。スーファミで 3D のレースゲームということで、処理速度の限界から来る問題も少なからずあり、それでも 3D 空間を、自由に走り回れるのは楽しかった。BGM もゲームの雰囲気に合った両極揃い。家庭用機 3D レースゲームの走りとして、個人的には、抑えたい一本。スターフォックス2。このゲームはスーファミでは、お蔵入りとなった、未発売のタイトルです。もちろん面白いのですが、これははっきり言って、名作ではないですね。スーファミミニにも収録されましたが、自分はそれを目的に購入して、詳しくは説明できませんが、なんとなく、お蔵入りの理由が分かった気がしました。ストーリーとしては、前作と繋がっており、アンドルフのいる要塞へ潜入して、アンドルフを倒すことが目的。作品としては前作スターフォックスの肩が良いが、未発売のソフトが遊べるので、一度はプレイしてほしいゲームです。